テレビ電話専用端末 NTT ピカセンド R フォーマ SH900i でテレビ電話を見るテレビ電話とは電話にビデオカメラとビデオモニター画面を組み合わせて相手の顔を見ながら話すことができるシステムの名称であるインターネット回線を用いたビデオチャットやビデオ会議については当該項目を参照この項では突起がない限り日本でのテレビ電話機や フィーチャーフォンでのテレビ電話について記述する。最初に登場したのは1936年3月1日に開かれたライプツィヒミ本市だった。当時のテレビ電話は公衆電話のように通話室があり、そこにモニターと受話器が設置されていた。ベルリンとライプツィヒ間を優先で結び通話料は3、丸く半、現在の貨幣価値で5000円で3分間だけ通話することができた。 しかし、1939年9月1日に、ポーランド侵攻が始まると、軍事的理由でサービスは打ち切られてしまった。テレビ電話が初めて、人々の前に現れたのは1970年に、開催された大阪万博で、大阪と東京間を結んだのが最初と言われている。その当時は、小さいカメラもなく、かなり大きくて、かつ高価なものであった。 通信回線も専用回線を使うなど一般には夢のまた夢の話であった。その後も電電公社のブースなどで PR はされていた。1987年ソニーから静止画テレビ電話見えてるが本体価格49,800円で発売された。当時の回線速度による制約からモノクロで1分間あたり数フレームという表示能力であった。 映像はオーディオテープに保存できるものの当初は互換性のないソニー陣営と三菱電機陣営が並立していたが後に一本化された。実用的なテレビ電話登場には日常的に使える高速回線の整備が重要であった。21世紀間近になり実用的なテレビ電話が出てくることになった。ISDN テレビ電話やアナログ回線テレビ電話は電話機が効果で 一般的ではなかったが、後に携帯電話のテレビ電話対応機種が普及、低価格化し、それにつられてか、固定電話系も低価格化が進んでいる。実用的なテレビ電話機登場には、日常的に使える高速回線の整備が重要であった。21世紀間近になり、実用的なテレビ電話機が出てくることになった。単に電話に映像が付加されるという利用以外では、 主な利用方法は以下などがある。日立 HV-31ISDN においては、開発当初からテレビ電話を想定し、音声、映像角6 4ロ b p s で2チャンネルという、帯域が決定された。カメラ付き携帯電話端末を利用したテレビ電話と比較した場合の有意点としては、一番に、画像の鮮明さと画面の大きさが挙げられる。 主な ISDN テレビ電話においては704-408ドットの画像を扱うことができるようになっている。このため搭載される液晶モニターも5インチ台のものが主力であり、複数人での同時通話にも適している。中には家庭用テレビに接続できる製品もある。ISDN 回線を利用したテレビ電話も量産機が開発された当時は静止画が主力だったが、 画像圧縮技術の進歩や高速なプロセッサが開発されたことと INS64 の2バイトチャンネルを利用し、その1、5の帯域をアドピシ m ム音声に4、5を動画とバランスよく配分することで、比較的ストレスのない動画と音声の送受信を行えるようになった。一般的な ISDN テレビ電話端末では秒間15フレームを実現しており、 30万画素程度の解像度を持つカメラを搭載する。ISDN の特性から送受信時のデータの損失がほとんどないため、環境に依存せず、開発時に見込まれた動作を忠実に再現できるのも大きな特徴である。多くの製品は通常の電話機に液晶モニターとカメラが組み込まれた形状をしている場合が多く、 テレビ電話としては最も一般的で完成された形を見ることができる。通信方式もほぼ規格が確立され、各メーカー間である程度統一されており、片側 64K の通信速度を利用した静止画や低画素の回通信方式にも対応できるようにしたため、アナログ方式のテレビ電話とも通信できる製品が多い。 1990年に ITU-TH-261 が提唱されたことを受け開発が進められ、2000年代以降、医療、教育、マスメディアの現場を中心に急速に普及した。こうした際に使用される代表的な機種として、三菱電機が NTT に OEM 供給した電化端末のフェニックスミニがあり、上位機種としては、 日立製作所が NTT にピカセンド R の名称で OEM 供給を行った HV-300、HV-31 等もある。後者2機種は ISDN 固定テレビ電話における高級機に位置付けられている。さらにフェニックスミニの後継機としてフォーマとの連携を果たしたモデルも登場している。ほぼ全てのモデルが立ち点会議に対応しており、 HV-31 等一部の高級モデルには特定端末自体がホストとなりそれぞれの端末を掌握して特別なサービスを介することなくテレビ会議が行えるようにした製品もある従来のアナログ電話モデルもアナログ電話モデムの高速化により十分実用的な画質のテレビ電話が使えるようになった H263 によるアナログ回線用 V34 モデム 33.6kbps の回線交換データ通信を利用する ISDN テレビ電話との相互接続も可能であるものが多い。ただし相手側の ISDN テレビ電話が1バイトビデオ通話をサポートしている必要がある。また1バイト通信の場合、多くの例では秒間フレーム数が相当量削られることとなり、 スムーズさが失われる結果となる上、接続から通信開始までに時間を要するため、ISDN 方式に比べ実用性は低減している。インターネットの普及により、IP 電話における VOIP と同様に、ビデオ信号を IP ネットワークで伝送する技術が登場した。ビデオ VOIP とも言う。ブロードバンド回線に接続する IP 電話機の携帯を取るものが多く、 1>, 1秒間に15から30フレーム程度を送受信できることが多い。特に光ファイバーをアクセス回線とする場合、動画の円滑さはほとんど問題ないレベルに到達した。また、設置形態は回線形に依存することから固定形がほとんどであった。IP 電話と同様に電話サービスとして電話番号が割り当てられる場合がある。また、 同じネットワーク間では通話量がかからない場合がある。IP テレビ電話の分野では通信規格が乱立状態にあったが、エンドツーエンドのプロトコルとしては当初から用いられた H323 からシップへの移行が急速に進んでおり、映像コーデックについても H263 から MPEG-4 や H264 に移行が進んだ。 1999年、世界初のカメラ付き携帯電話、京セラ VP-210 が発売され、移動可能なテレビ電話機の普及が現実的なものとなり、様々な試みがなされた。1999年9月に DDI ポケットより発売された京セラ製端末の VP-210 が、世界初の移動体電話上のテレビ電話である。 3 2キロ b p s の回線交換に、モーション JPEG のカラーで1秒間に2フレームという、当時の技術的な限界のため実用的とは言い,い、がかった。携帯電話に先んじて開始したサービスだったが、その後端末は生産中止となっている。NTT ドコモデフォーマでは、WCDMA 共通企画の一環として、テレビ電話をサービスの柱に掲げることになった。 ホーマ第1弾の p 2 1 0 1ボルトからテレビ電話が可能であり、1秒間に15フレームとなった。ホーマの普及に伴い、テレビ電話に対する発信者非通知によるワンキリという手口も生まれた。理由として、ォーマでは電話番号でメールが届く SMS があり、そのメールを送るための情報収集が目的と言われる。なお、同じ通信方式を使用する。 ソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G や海外で WCDMA を採用するキャリアにおいてもテレビ電話を提供しており、フォーマとの互換性もある。フォーマを含む第3世代携帯電話はすべてテレビ電話の技術として動画に MPEG-4 ビジュアル、音声にアムールを用いる 3G-324M 規格を採用している。 WCDMA のテレビ電話は 64kbps の回線交換データ通信で実現されている。NTT の光電話の回線に接続した v p 線とフォーマとの間でのテレビ電話サービスを開始。2002年7月にドコモ PHS にもフォーマ P2101V の筐体を流用したラ a r c a c P751V という端末が登場している。 性能的にもフォーマ対応の P2101V を PHS に対応させただけの内容になっている。当時はフォーマのエリアが狭かったのでこちらの方が実用的だったが PHS にしては大型すぎるパソコンにつないでのデータ通信ができないことなどによりあまり売れなかった。またフリード対応端末向けにパソコンに挿して使える テレビ電話ソフトが提供された。64kbps の回線交換データ通信が標準だが、32kbps でも使用でき、フォーマットも接続できる。ボーダフォン日本法人が2002年12月にサービスインした 3G サービスボーダフォングローバル、スタンダードにおいても、TV コールの名称で、WCDMA 企画のテレビ電話サービスが開始され、 対応端末も提供された。しかし、VGS 自体があまり普及しなかったため、t v コールの利用者もあまり増加しなかった。2003年には社名がボーダフォンとなり、それに伴って銃の約束と称する公約を発表。その中で t v コールサービスが通話と同じ料金にと歌った。しかしよく2004年には銃の約束は保護にされ、テレビ電話は 音声通話の1.8倍へと値上げされた。同年12月には、サービス名を、ボーダフォン 3G と変更し、国内での本格的なサービス普及に向けて、海外製を含む7端末を投入した。特に、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズの800に、SE は、折りたたみ教材の品字分に回転式カメラを備え、一般の写真撮影だけでなくテレビ電話の自分取りも、 メガピクセルカメラで行えるユニークな機種であった。なお、同じ通信方式 WCDMA を使用する NTT ドコモのフォーマや海外の一部のキャリアとの間で相互にテレビ電話が可能である。海外ローミング中のテレビ電話も可能。2006年には社名がソフトバンクモバイルとなり、サービス名もソフトバンク 3G へと変更された。 tb コール対応と歌っている機種の中には、スペック表の欄外に小さく、サブカメラを搭載していないため、自分自身を撮影しながら、相手と話すことはできません。と注釈しているものがある。相手側の映像は、こちら側のディスプレイに表示されるが、こちら側の映像については、あらかじめ登録している代替画像か、背面側のカメラから撮影される映像のいずれかを、 利用者が選択して送信する。したがって、サブカメラを搭載せず、ディスプレイ部も回転できない t v コール対応機種は、お互いの顔を見ながら通話することはできなかった。2006年12月に KDDI、並びに沖縄セルラー電話の各 AU ブランドがサービスを開始した CDMA1XWIN の最上位サービスの一つの目玉として、 1>, 1対1のテレビ電話及び au 携帯電話の対応機種同士で最大5人まで会話できるグループテレビ電話を開始。EV Do Lev A には QOS 技術の一つである可変ビットレート機能が盛り込まれているため回線が混み合っている場合、十分な速度が得られない場合は画質を落としたり、エリア外では CDMA2001XEV Do m o へシームレスに切り替えたりすることで ストレスなくテレビ電話を利用できる。フォーマやボーダフォン 3G と違い、パッケット通信方式を採用することにより、高画質で高効率なテレビ通話をサポートする。また、代替画像として、アバターを表示できる機能も盛り込まれている、a u マイページで提供される、アバターサービス、EG アバターのキャラクターが利用できる。NTT ドコモのフォーマ PHS や、 ソフトバンクのソフトバンク 3G とも相互にテレビ電話が可能である。固定電話とのテレビ電話はできない。21世紀初頭にはインターネットの速度向上によってインターネット回線を利用したテレビ電話が一般的に利用できる技術となった。これはインターネット電話の一種でカメラとマイク、インターネット接続があればソフトウェア上で実現できるためプラットフォームはパソコンの 各 OS だけでなく、スマートフォン、Android、iPhone 等や PSP のようなゲーム機にも対応した。さらには、薄型テレビ、DVD、BD レコーダーの一部機種にもビルトインされた。OS や端末をまたいで利用でき、専用サービスへの加入も不要で安価なビデオチャットは、テレビ電話専用機を不要にしてしまった。さらに2010年代には、 独自規格や独自制度が乱立していたフィーチャーフォンがスマートフォンによって急速に淘汰された。全世界規模でのテレビ電話が可能になった一方で専用機やフィーチャーフォンはレガシーな存在と化した。テレビ電話機や専用サービスはスマートフォンのように普及はしなかった。すなわちクリティカルマスの普及率に至っているものはない。その理由として以下のような点が挙げられる。 従来の電話はすでに130年の歴史を持つシステムであり、電話というものに対する認識、習慣は良くも悪くも音声しか伝わらない手段という大前提のもとに成立していた。テレビ電話はその大前提を覆すサービスであるがゆえに利用者側の認識や発想の転換が必要であり、それにはビデオチャットやスマートフォンの登場を待たなければならなかった。 電話専用端末や専用サービスへの加入が必要ではテレビ電話をコストを負担してまで導入しようというインセンティブが働きにくかった。電話を発明したグラハムベルもテレビ電話を検討していたが文化的に受け入れられないだろうという結論に達している。この問題は仕掛け三世紀にわたりテレビ電話に携わる多くの人を悩まし続けている。武田智弘。 ナチスの発明彩り図社。2011年。ISBN 978から4から883928170。関口清他社携帯とも通話できる、テレビ電話サービス。携帯ウォッチ、株式会社インプレス。2019年7月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年3月10日へ覧。ありがとうございます。